江戸時代中期に作られた珍しい小判に、1000万円ほどもする明治時代の金貨、国内外の古いコインなどの展示即売会が今日始まりました。こちら古いお金の鑑定では驚きの結果が。過去に買ったコインを本物かどうかちょっと調べてもらおうかなと思って。15万ぐらいでしょうね。あ、結構買ってくれます。ありがとうございました。失礼します。よかったですさあ、記者が江戸時代末期の銅貨を鑑定してもらうと。200円です江戸時代のお金で古いお金には間違いないです。幕末の少し前、1835年ですか、こちらが発行されたお金なんですけども、たくさん出てるお金になります。ですからどうしてもね、残ってる、古いんですけども、残ってるお金っていうのはやっぱりどうしても安くなっちゃいます。残念。実は普段使っているお金にも価値が高いものがあるといいます。千円札に関するは泥目の番号でしたら、もしね、我々のところをお持ちいただければ5000円とか1万円以上になる可能性は秘めてますので。実際にこちらのゾロ目の千円札はなんと2万5000円の価値が。お宝はあなたの財布の中にも。